こんばんはこんばんはこ,こんばんはココミンやっほー星ありがとうございますこんばんはエレ <laughs> めっちゃおつにじおつにじ音波ありがとうございますこんばんは久しぶりですハートありがとうございます お疲れ様です今日も可愛いねありがとうございます。ありがとう。銀テープも花火もありがとうございます。青の星も赤の花火10個もありがとうございます。花火今年終わるし。本 <laughs> 当ありがとうございます。年越しそばも。星ありがとうございます。こんばんは。おつにじ ご苦労様ありがとうございますまだクリスマス一応まだ一応クリスマスですプレゼントじゃなくてラブレターありがとうございます星もありがとうございますハートもいいなディズニーシーなんでディズニーいいな行きたい前髪切ってないんですよまだ切んなきゃいけないけど ハートありがとうございます嬉しいここみんな配信ずっと楽しみにしてたありがとう。ハートありがとうございます。嬉しいよかった。ハートありがとうございます。たくさんハートありがとうございます。触覚層をくるってなってるの。今巻いたばっかだから。 こんばんばは良いお年をギフトありがとうございますハートもありがとうございますと今年終わっちゃうんだけどやばいね青の花火ありがとうございますハートのギフトもはじめまして良いお年をギフトありがとうございますココミン花火のギフトありがとうございます目に焼き付いて困ってます 嬉しいじゃまたしたいな銀テープありがとうございますこんばんは最近は虹という字を見るドこコミ思い出します自分ももうなんかさ虹っていう言葉ってさあんまり使われなくない世の中で銀テープありがとうございますこんばんは好きになりました星ありがとうございます銀テープも ハートもえミブルモニミモニミに来ますか嬉しいちょっとめっちゃ楽しみにしといてしていて楽しみに楽しみうちも楽しみ頑張るこんばんはラブレーターありがとうございます銀テープもハートも花火も青の花火もこんばんはハートありがとうございます星も おつにじとうとうギフトありがとうございますとうとうギフト楽しみにしとくねしといてうちもしとくしえっいいじゃんえっこの前のやつはどうなった <laughs> こんばんは なんかかきれなとさこの前配信してたじゃんでその時 <laughs> こんばんはサントコスしたい伊藤さんってみやじな <laughs> 伊藤なんだよね意外じゃない伊藤ってえ向いたちょ今向いちゃったモニミですモニミ 嬉しにじみるたびににじじちゃん誰もありがとうございます青野 <laughs> んて言われたそれで伝えてどうだった誰もありがとうございます青野花火も <laughs> 何歌うか楽しみでお願いします今練習みんな頑張ってるます頑張ってるます ハートありがとうございます。こんばんは。星。銀テープありがとうございます。こんばんは。にじにじおし星ありがとうございます。おつにじこんばんは。青の花火ありがとうございます。ハートも。最初は友達のままがいいって言ってたけど。俺も好きがもてなって。えっえっ。次。 会って次会う時大みそかかじゃあ大みそかえなんかむずいなでもなんか最初は友達のママがいいって言ってたけど俺も好きかもってなってえでもさ結果的にはさいいんじゃない伝えてよかったんじゃないどう思うみんなは みんなはグッド銀テープありがとうございます」「おつにじ」「花火ありがとうございます」「青の」「銀テープも」「ハートも」えなんか制服の目の公演が始まったら歌いたいなって思うてますね制服の目が始まったら歌い,な歌いたいなって思ってます。 ラブレータありがとうございます。おつにじこ,こみよし。え大みそかじゃんなんかさうちも緊張する大みそかの公演も緊張するけどそれも緊張するそれがあるその大事な日じゃん大みそかってすごいイベントの大事なことがすごい重なってる大みそか今年は。緊張する で <laughs> なんかみんなさあのココミンの人たちが X のツイートしてる時にもみんな言ってたうまくいってほしいみたいな感じでみんなつぶやいてた辛い人たちばっかで本当にココミンの人たちは「銀テープありがとうございます」「良いお年をギフトも」 押し聞い変わってななねねそそうそれだよ、ね、なんか長いじゃん一応その会った日から大みそかの日までがそれがやばいね心配のとこ誰もありがとうございますあの大みそかもそう本当に気をつけないといけない出たいしね年越しそばありがとうございます ラブレターも研究生公演のね始まります公演の密着が誰もありがとうございます青色のおたとも手関係崩れるのが怖かったからあそういうことえー、そっかおたともなのか一応。 そういういことかあでも好きだったのかおたとものままがいいって思ったけどでもさ付き合ったとしても全然いいよね一緒に行けるしいろんなとこ誰もありがとうございます青野おめでとうございます今日はカーディガンじゃなくてなんかそうなんかモコモコのやつを着てます寒いので。 韓国語青のダルマありがとうございますあと隙きまれしてなかったええマジであのえでもちょっと分かってたんじゃない言わないだけでちょえでも分かんないものなのかな分かんないものなのかなでも手つないだりはしてたんだっけ手つないだりとか。 今まで誰もありがとうございますこんばんはココミンかわいいありがとうございます制服の目楽しみ今日も来ちゃいましたありがとうございます来てくれて予約してなかったんですけど誰もありがとうございます星のギフトも僕も好きかもココミンが嬉しいありがとうございますおつにいじ星ありがとうございます いや緊張する本当にココミンのあのココミンのなんていうのココミンの大事な日ココミンだあのココミンのあれねファンの方はじめまして初見さん緑のだるまありがとうございます青緑でおつみん ココミン、これ可愛くない？これええ透き通いだねやばいねえ今どんな感じなの逆に今の二人の感じはだるまありがとうございますこんばんはおつにじ 昨日はどこのルームにも行ってませんココミンガチしそうなんかメールの返信でもあのミレイさんのあそれは前かココミンき日はココミンの配信がなかったけどどこの配信も見に行っていませんガチのたんぼですって言ってくれて嬉しかったです本当にありがとうございますいつもニジニジありがとうございますニジギフトありがとうございます おつにじこんばんはこんばんはおつにじここももう冬休みですまだ帰宅途中でお気をつけてください帰りを油断しないでだ油断しないで気をつけてくださいだ,だるまじゃなくて花火ありがとうございます青の銀テープありがとうございます青の花火もなんかさ前髪切ってないんだけどなんかさ前髪切ったように感じない なんでだろうこんばんは銀テープありがとうございます星もハートもこんばんは <laughs> 自分が可愛いと気づいたのなんかさ自分がメイクしたりとかするとなんか可愛いっていうか気分が良くなるわかるかな自分がメがメイクしたりすると気分が良くなる ラブレッドありがとうございます。うまくいきますように。おつにじ。音符ありがとうございます。ハートも。音符たくさんありがとうございます。星も。結婚してギフト。ありがとうございます。おつにじ初見さん。青のお花火ありがとうございます。おつにじ。銀テープありがとうございます。クリスマスツリー。クリスマスツリーです。 一応まだえサンタさん来たんですよしかも夜中に夜に夜にサンタさん来てて寝る前に寝る前に来ててバグが起きてましたねそれ <laughs> ちょっと分かるだよねさすがに分かるよモコモコのやつ起きてます今日は 寒くなかったです今日はそうなんかもう付き合っててもいいぐらいな関係性だったけどねえでもさ分かるよね抱きついてても分かるよね好きちょっと意識はするよねしますよねするよね女の子に抱きつかれたらみんなさびっくりしてちょっとさ意識しちゃわない 男の子の方たくさんいますけど今青の花火ありがとうございます銀テープも初めましてここみんお医者ありがとうございます結婚してギフトもありがとうございます <laughs> 緊張するよごこ,こみん今日はゆばちん鳴ります鳴りますなんかさ最近乾燥して全然鳴んない日があるのでも鳴ってるハートありがとうございます 気をつけて横浜まで安全で帰りますように花火ありがとうございます青のココかわいいだるまありがとうございます青の花火ありがとうございます青の赤のだるまも「うざとダンス」はダンスかな えでもねそのダンスもうまい,いってわけでもないの人一倍うまいってわけでもないし歌も人一倍うまいってわけでもないのおつにじこんばんは銀テープありがとうございますココミンなここ食ったのおつにじこんばんはハートありがとうございます受験生では宿題がないんですよ自主学習的な お急にありがとう急にありがとうありがとうこんばんはえ多分前髪が綺麗に揃ってるからな気がするおつにいじはってありがとうございますサンドさん来たよ夜に寝る前の瞬間に来ててびっくりしたうんあしだから1月8日まで休みですおめでとうおみそ買とったんだっけ ここほんとんに思いすぎも嫌じゃないどう思う手の動きがかわいいサンタさん来たのなんか寝る前にちょっとベッドと部屋が分かれてるんだけどちょっとあの分かれたのね分かれたっていうかその寝る部屋から離れて、まあ、5分後ぐらいかなこっち来たらなんか置いてあって。 ちょっとびっくりして何が起きたんだと思ってこの一瞬で配信 <laughs> ありがとうございます今夜めっちゃ可愛いです嬉しいありがとうございます今夜めっちゃ可愛いです慌てんぼのサンタクロースだった本当に寝る前に来たのギリーサンタの姿が見れなかったんですけど寝る前に会って ちょっと目を離した5分後ぐらいにあったんですよ鉢合わせやん初見さんにじにじのギフトありがとうございます初見さんにじにじギフトありがとうございます何着ても可愛いんだが嬉しいありがとうございます抱きついたの <laughs> 虹ギフトありがとうございました調子良さそうやね嬉しい今日はね何気に銀テープありがとうございます黄色のだるまも星もありがとうございますハートもおつ虹指パッチも絶好調当日に頑張ってってもらったおかげで伝えてよかった緊張したでしょ絶対に絶対に青のど花火ありがとうございますハートギフトも 早く聞いてみたいな、頑張る。早く、みんなに、パフォーマンスとか見せれるように。ハッートありがとうございます。こんばんは、星も。アンザんの,のパパマのクリスマスメイシャネルとディオール、え、すごいね。シャネルとディオールの化粧品、すごいね。今日もめっちゃ可愛い、ありがとうございます。こんばんは、銀テープもありがとうございます。星のギフトも。 コミンすてにおいて可愛いのです嬉しいこんばんは銀テーブルありがとうございますにじにじわし今日も可愛い今日も可愛いお疲れ様ハートありがとうございますえ未完全やばくないちょっと汗がはずいんだけどあんなさ汗かいてるところさ全国っていうかさなんていうの世の中に映像として流されたことがないからはずいよね こんばんばは青の花火ありがとうございます <laughs> 今日は自主練をしに行ってました優愛にはもういましたハートありがとうございますこんばんは大晦日当たりましてここみん中心にサイリウム振ります見つけますちゃんと見ますちゃんとエルックスの自信はね ななんかなんでこんなにみんなが褒めてくれるのかっていうの分かんなくてよくママと話してるんだよなんでみんなこんなにココミはめちゃくちゃ可愛いいって褒めてくれるんだろうって2人でこの前考えてたママと一緒に「銀テープとかわいいギフトありがとうございます」焦っただろうな「銀テープありがとうございます」いやもうサンタの姿がうまくちょうどね見れなかったのちょうどね 訪問こんばんは。音符ありがとうございます。成功かおめ。良かった。良かった。良かった。いい結果の方に行けたね。銀テープありがとうございます。おつにじ片耳出てるのも可愛くて好き嬉しい。青春青春ハートありがとうございます。初見さん、こんばんは。ハート3つのやつもありがとうございます。こんばんは。 夏に名古屋にいいね夏暑いよ名古屋自主練まで見んのやばいよあっあれかおみそかかおみそかか自主練かと思ったはたありがとうございますおつにじ非公式出たいよねこれからいろんな企画とかに参加していきたい今日のレッスン中は髪の毛両方出してやってんだけどなんかさやっぱさ 両方ロストさ芋っぽくなるんだよねあとなんか顔が大きく見えるのだからかけてます嬉しいここ見に通えられてるんですえ <laughs> 生命体やばい嬉しい嬉しいこママに伝えたらママもね多分感動すると思う本当に嬉しくてみんな 可愛いからてんてんてん褒めてくれてて可愛いからだよ。銀テープありがとうございます。虹々が可愛いからでしょ。理由かわらない嬉しいみんなありがとうございます。ハッタありがとうございます。まだまだねまだ成功してないけど成功する方向に行ってはいる。ハッタありがとうございます。 この大晦日までの道のりが長く感じるねこんばんはこんばんはここみんママは顔が似てますうちとちょっと成長スピード早いんだよねその SK に入ってから顔がめっちゃ変わった誰もが嬉しい誰もが長野の子ですね こんなにかわちい人嬉しいありがとうございますおつにじこんばんは成功をお祈りしますおつにじデパチカお菓子売り場が早くないなんかさクリスマスからさ新年に行くのが早すぎないもうちょっと期間あってもよくないクリスマスって忙しいよねクリスマスじゃなくて十二月の後半 限定テありがとうございますそう道のりが長いね短いようで長くて長いようで短い感じだけど長いよね長く感じるよねえ、冬休みあるのみんな冬休みあるみんな冬休みお仕事とか学校とかかわいさに理由なんてないよかっこいいよかわいさに理由なんてないよ 銀テープありがとうございますこれで制服の目当たるなそうだねなんかさ悪いことが続くとそのうちめっちゃ大きいいいことが起きるしそういう感じですねわかんないけど人生ってなんかそういう感じになってる気がする感じするこんばんはママもかわいいのかかわいいよママも似てるって言われる 嬉しいでも桜花さん本当に近くで見ると本当に顔もちっちゃいしスタイルいいし可愛すぎますこんばんはえそうなんか好きよ本当に汗を気にしてはいけません本当にねそういうイメージがあるからねはっちゃけるみたいな雰囲気がある曲とかも。 当選して欲していな望みせてない祈っときますみんな来てほしいからねほんとに1年終わっちゃうやばいみんな今年の1年はどんな1年でしたかみんな今年の1年はそう完全に成功ではないんだけど成功に近づいてる方誰もありがとうございます なんか今日から8日まで休みの人が多いねあさってから <laughs> え十10連休かよかった10連休に見えたよかった10連休いいね月え結構ギリだね結構ギリだねサインは決まってますえ休みは年末ねなんかさみんな忙しいのかな意外と。 こんばんばは29から1月4日多いねこんばんはコみミちゃんのサイン会応募しました当選しなかったらダメージが大丈夫絶対に当たる祈っとく本当にこれは絶対にみんな当たってほしいオツニじ。ジこんばんはココミに出会って幸せな年でした本当にそうみんな言ってくれてる嬉しいかしこめかしこめ ここみこさんここみこさんってうまいね祈ってもらいたい祈ってきます本当にかしこみかめこめで <laughs> 10年以上してたメンバーがもうすぐ卒業する1年悲しい悲しいね一気に悲しくなるねそれなんかさ10年って本当に。 バイトすごなるほどまだ時がかかるのねあ読めない漢字が読めない漢字が読めない「漢字が読めない岩子子に出会えた記念すべき」って人ですそうだね本当にそうそう12期がねオーディションがあったしね よかった本当にうちもいわにゃんに会えた年だった今年はえ掃除するだけに職場に行く掃除担当明日は一番推し活した1年本当にイベントあった結構今年こんばんはこんばんは おつにじお久しぶりですお久しぶりですほんとにめっちゃ久しぶりじゃない配信に来れたのラブレターありがとうございますあとも「まで」か「ラブ」までか「ラブ」まで,かラブまでこんばんはここみよし「まで」と読む今年は日付の並なるべいので会社多いんだだよね学校が長いのかやっぱり でもうち去年あれ学校の冬休み6日間ぐらいしかなくてめっちゃきづかった本当に宿題終わんないとか宿題終わんないし習字とかもあったしめっちゃしんどかった今日高島屋で巨大チョコレートマカロン買いましたえ見たあの林みれいさんが食べてたやつ めっちゃ美味しそうちマカロンさなんだっけあれ食べたんだよこのピスタチオのマカロン食べたのあのそれはめちゃくちゃ美味しかったでもごまのマカロンはちょっと微妙だったかなごまのマカロンはまだ早かったな自分にはこんばんはそんな短そう 出たのめっちゃ出たの宿題は <laughs> 公演初日イベントと重なってて申し込みもできません何のイベントだろうこんばんはハートありがとうございます星も <laughs> すごいね安斎さんの生誕祭2列目はいいね にじちゃん店長に会えたのが良かったことね。本当にそううちも良かったハートありがとうございますお酢虹春休みも全然だよなんか本当に長野県って冬休みとか夏休みとかあの春休みとか短いランキングが47都道府県で1位なんだよ短いランキングが1位なのやばくない本当に短い休みが。 こんばんはそうなのマカロンってそんえこんな感じこんばんはおつにじにじにじおいしいおつにじ銀テープありがとうございますえ銀テープってか落ちてくるんだハートもハートもありがとうございますおつにじもう一回やばくない ほんとに長野県って短いランキングが1位らしいですえっ先えっほんとに生まれも育ちも長野県もしかして生まれも育ちも長野県なんですか星ありがとうございますここみンは加入当初に比べるとえっそうめっちゃあ抜けたほんとにんでだろうってレベルにあ抜けた 垢抜けた。休んだ気がしない、本当に。冬休みって何って感じ。釣り飾ってあります。冬休みで違う違う。気分はまだクリスマスなので。え、小麦粉使わないの。初耳です。 もう長いい休みがないんだよね夏休みぐらい夏休みで23日とかでめちゃくちゃ長いと思ってたでも周りは本当に他の県の友達とかは35日とかめっちゃあってでも本当に25とか25日間ぐらいしかなくてめっちゃ短かった他と比べると明日長野県の知り合いに会うから長野県の話をえ聞いて本当にいいところです長野県は。 自然があるので銀レープありがとうございます昨日より今日今日より明日とコクコクと綺麗になってるね嬉しいありがとうございますこんばんはまだ身長は伸びてるっちゃ伸びてる感じですちょっとずつかな生まれも育ちも長野県本当に すごいいいね長野県で育って生まれてあかのけた中学生え雪合戦した雪降ってないんですよこっち名古屋は名古屋は銀テープありがとうございますえサントの風船はあのー、リビングにいますハートありがとうございます ありがとうございますグーポーズ 銀テープありがとうございますハートもおついじハートありがとうございます今日その笑顔は可愛すぎる嬉しいありがとうございますこんばんは松本美にねみよじ同じだった <laughs> 嬉しい嬉しい良かったみよじ一緒で良かった嬉しいねみよじ一緒だと嬉しいよねわかる ありがとうございます。申し込み。素直でとてもいい娘さんです。嬉しい。<laughs> ありがとうございます。星もありがとうございます。おつにいじしょけんさん。大きくなったら美人になるね。なるかななんかさ、大人になった時の顔が想像できなくないうちって。銀テープありがとうございます。ハートも。 えクリスマスツリーなくなってんの名古屋行きのやだあれあるからよかったのにね1 6 0ンチなりたいでもなんかさ伸びすぎもあれじゃないえやイナゴとか全然食べないうちの辺りは先日降った雪がいいな本当に降ってないの 悲しい。え、迷う、あの、本当に一人じゃ、まだ乗れないくらいかもしれない、電車は。そのラインが可愛いと思う。本当に。え、全然気にしたことなかった、こんなところ。え、この顔面白い。 こっちは中学受験もないしないのないのグーポーズありがとうドロンジョドロンジョ様って何キャラクターもしかして <laughs> レンズ目線のとこすごいねあカメラいやなんか普通にこれカメラかなって思って見てるんですよ なんかわかんないけどカメラかなって思ってカメラ見ながら見てますここみわしおつにじハートありがとうございます誰ももわがままないけどちょっと下がって右によって少しシャタイム右によってこういうことか 大丈夫遅刻は大丈夫アンデさんも全然踊ってますあなんかまだ痛いのかなって感じはあるけど踊ってますアンデさんも倒す前ですねえ高くなるかなサテンよりお母様と顔似てますえ嬉しい笑顔可愛いから自信持ってねありがとうございます 銀テープも母親の元のみよじが伊藤です神経感を感じますそれは感じでいいですねみよじ一視は感じるからね感じないなんか街中でも伊藤か自分とみよじ一緒の人がいるともうかなりの美人じゃん嬉しい今日外騒がしい 昔のアニ,メゲラアニメキャラやで知らない知らないハートありがとうございます青のうん赤の <laughs> ありがとうこんばんはサータンが天ちゃんに弾もうでいこうってなりそうだし兄ちゃんも行ってくれば <laughs> 行きたいねなんかさ12期みんなで行きたいよねえでもさみんな大吉でうちだけ今日とか引いたらホン最悪じゃない あ祈ってください高校合格いつも祈ってもらってるので縮小タイムとか言ってあ目線がモニターに行くことが多い中あそういうことカメラですねこれは多分カメラですえ手ちっちゃい本当になんか指が太くのがめっちゃ嫌でコンプレックス こんばんばはえでも本当になんか岩空にあんと一緒に遊んだりする時があるんだけど本当にめちゃくちゃあのなんていうの駅とかもあの慣れてる感じがすごくてなんか本当にめちゃくちゃ慣れてて「すごっ」って思いながらあのついてってる歩いて「ハートありがとうございます」「ココミン」「おつにじ」「ナイス」 オツニジ伊藤ひろみ,み伊藤多いよね伊藤多いんだよバラありがとうございますハートもこんばんはえ、そううつむきもガチをうつむきが可愛いうつむきもガチかわ可愛い,い 嬉しいこんばんはおつにじかわいい手だねまあ地元民だからねでもすごい慣れててなんか都会の車をめっちゃもうなんて言うんだろう当たり前かのように歩いててすごいなって思って自分じゃ絶対にありえないからそう誰もありがとうございます いい, <laughs> いいよそれでも湧くよね親近感は湧きますえ本当に今には遅刻してあの一緒にこの日一緒に自主練習しようって言ってもやばい寝てたって言ってその待ち合わせから1時間いつも遅れるんだよ多分毎回そうな気がする毎回一緒に練習しようって言ってもやばいちょっと寝てた1時間遅らせ ごめんみたいな多いですねイワニャンはおつにじ確かに天と虹じゃんイワニャンとうちははたありがとうございます <laughs> こんばんはそう1時間も遅刻がお終わるんですよこんばんは初訪問の方そうなのびっくりするでしょう 自己風船癖か癖だよね多分もう仲えりさん仲えりさんえわからないあでもうちこの前あの楽屋に鍵を落としちゃったんですよそしたら坂本麻臨さんがあれあの マネージャーさんにこの鍵落ちてたんですけどって届けてくれたっぽくて今度会ったら俺言わないとって思ってでまだ会えてないのでマリンさんに「こんばんは星ありがとうございます」そうだね「5分くらいらで怒ったらダメ」ってことだね本当に面白いぐらいあの遅刻するからハートありがとうございます 2時間前に用意してもどういういこと何をしてるのその用意の後にココミは余裕持ってくる人なんだよねなんか心広い自分 <laughs> で言う自分で言う中学生には見えないよね大人っぽいの本当にあでも言われる言われる言われるでも,もうさ高校生になっちゃうのがめっちゃ嫌だ嫌だ高校生になっちゃうのが嫌だ 高校生になったらさ一瞬で終わるじゃん多分もう学生なんて3年間ハーあ,ありがとうございますハー <laughs> あ,ありがとうございますねそのイワニのオアシスでお財布落としたっていう話聞いてめっちゃ笑ったんだよねめっちゃ面白かったのその話が「こんばんは」なんかめっちゃ笑って話してたけど全然笑えない話じゃんでも面白かったのイにニもすごい笑いながら話してたけど こんばんばは中学生がいそう鍵はあってよかったってめっちゃ思った本当にあのマリンさんのおかげだと思うこれはあの落としちゃったけどマリンさんが届けてくれたから自分のところに帰ってきた感じじゃんだから本当に あの忘れ物っていうか落とし物に気をつけようって思ってにはもそうだけど夕には遅刻と落とし物に気をつけた方がいいハートありがとうございます高校生になっても楽しい嬉しい嬉しいですありがとうございますたんしをそれはあかんなテンションあなたたちの業界はそうなの時間に厳しいので。 計画立ててるるののが好きで準備は前もってするのにいやそういうことでもねいわにゃんから言ってくるんだよ何時半集合にしようみたいな「でもでもごめん寝てた」とか「ごめん寝てた明日集合1時間後にしよう」みたいな「にじにじよし」「誰もありがとうございます」「初見さんこんばんは」「ハートもありがとうございます」 サメのコス大進した当に強いよねさすがマリンさん本当にお礼しないと本当にこれはお礼しないといけないことだので今日スマホ拾んだから届けたおすごい多分帰ってきますいいことがその分行ったほうにそう行ったほうにい,い,のいつも「明日何時半集合」 うちが「了解!」って言ってその次の日の朝11時半ぐらいに「やばい寝てたちょっと時間遅らせよう」みたいな「OK」って言うけどねうちも。ね、ここにこ務に渡せるなんて「こんばんは前髪かわいいですありがとうございます初見さん最高です嬉しいありがとうございます初見さん こコ,コミこんばんは掛け根のところ通りすがって遊びに来ましたありがとうございますこんばんは今日も安定のかわいさですありがとう嬉しいありがとうございますこちらこそありがとうございます銀テープもハートもありがとうございますこんばんは職場でスマホ落として危ないあ、まあ、隠してるんだ隠してるんだ押しを こんばんばはエアポッツとかはさわかるじゃん落ちてもほんとにここめにあいたすぎてやばちほんとにねほんとにあの制服の目とか始まったら多分会えるけどなんか倍率高そうだけどでも絶対会える日が来る。 うれしくてそんな泣きそうになっちゃうよねおずにじジきだるまありがとうございます壇上を読みます急に黒みありがとうございます12位は佐藤さん佐藤海里さんの「 ドブリを持ってる方11位はサイリウムを持ってる方10位は SK−48 のクマの方9位はメガネをかけたカニの方8位はカエルの方かぶり物ですね7位はシナモン6位は髪の毛が1本の方5位は 鈴をつけた猫の方4位は石塚さんのアバターの方3位はなんだっけこれなんだっけなんて言っていうこの名前モヒカンの方2位はあんさんののぶりを持った方1位は歌舞伎の方ありがとうございます今日も割率と高そう僕らは100はやる絶対ね こんばんばはじめましてもう時間か懐かしいこのポーズ配信お疲れ様こんばんは,んばんは終わっちゃうけどおつにいじしっかり者のにじちゃんと天真爛漫なんてんちゃん本当にそうユアニゃんの方が年上なのにだるま池だるまありがとうございますこんばんはこんばんはっていうか配信ありがとうございますコメントくれた方も ギフトくれた方も、来てくれた方もありがとうございます。久々にいて嬉しかった。うちも嬉しかった。またやるので来てください。リーゼント。もひかん。<laughs> リーゼントありがとうございます。リーゼントの方。ありがなす。リーゼントじゃね嬉しい昨日の分までめちゃ癒されました。よかった。大好きでゆっくりすんで、ね、ありがとう。ありがとう。ありがとう。リーゼントやな。またね。ありがとうございます。ハートも。 またねーまた明日にじにじのギフトありがとうえにじにじのギフトありがとうございます最後ににじにじありがとうございますまたねねおやすーありがとうございます またやりますおつにじいい夢見ろよバイ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 ありがとうございましたおやすみなさい